確かに一緒にいすぎると悪い面まで見えてしまったりします。お互いの時間を持ったり余裕を持つことが重要かもしれません。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の動画も以前のアップしていた動画のブラッシュアップ版になります。伝え忘れていたほど抜けがあった動画を今見返して作り直しています。この当時は動画の作りかなりアドリブが多く、だいたいこんな感じでいこうってちょっとだけ前もってワードを用意してそれに沿って喋っていたんですが、動画撮影後に見ると抜けだらけで、今のようにきっちりと台本を作るようになりました。以前の動画をアップしていた際はチャンネル登録数もほぼほぼなくて結構適当でしたが、徐々に見ていただける人が増えるようになって、これではいかんと日に日に動画一本の制作時間が長くなっています。本日は離婚する職業トップ5の改訂版です。さて、今回の動画は僕が会ってきた人間のデータ出力動画になりますんで、初めにどういう風なデータを取得してきたかという統計の仕方の詳しい説明とコメント読みを先にしますんで、そういうのをもう理解しているという方はランキング部分まで動画をスキップしてください。データの取得方法などを解説しておかないと結局コメント欄で聞かれまくりますんで、テーマですがやっておかないといけないんです。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はケンケン TV 公式サイト気づこう会。感想学を学びたい人は感想学のすすめ。令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト、SNS、ご視聴、フォローしていただけますと幸いです。ではまず、当時いただいていたコメントをそのまま読ませていただきます。質問ゲーマー女子さん、女性の方ですね。ケンケン先生はじめまして。私には切実な悩みがあります。付き合って4年目くらいになる彼氏がいるんですが、その彼氏に結婚してくれと言われました。私は現在20代後半ですが、私の女友達はみんなもう1回結婚してすでに離婚しています。私の彼氏も過去に何度か浮気をしたこともありますし、自分でも結婚する前から絶対に離婚するんだろうなという予感があるんです。それでも彼のプロポーズを受け入れるべきでしょうか？できれば離婚する男性の職業やタイプなど詳しいデータはありませんか？もしそういうのが少しでも分かれば教えてください。ゲーマー女子さん、質問ありがとうございます。ゲーマー女子さんはその後どうされたんでしょうか？気になりますね。もちろんあります。正直この離婚に関する資料はかなり膨大なデータが存在します。安心してください。というのもですね、そもそも僕の相談者さんや現在の知人友人に至ってもそうなんですが、一番多いのが離婚経験者の女性です。これは圧倒的に多いです。もろん2度3度結婚離婚を繰り返されている方もいますが、みんなほぼ1回は別れている女性相談者がほとんどなんで、その都度きちんと相談者さんには職業やその他データも聴取させていただいております。自然と会話の流れでそうなりますからね。別れた旦那さんのお仕事って何でしたと普通に聞いてます。それをデータ中の僕はメモっていた。それだけの話です。というわけで本日は離婚している男性の職業トップ5とどのような経緯で離婚になったケースが多いのか、その要因を話せる程度でします。また最後はせっかく結婚するんですから、離婚を避ける最強の方法を伝授します。それとランキング前に質問をしてくれたゲーマー女子さんのような状況にいる方向けのアドバイス返答をやっていきましょう。同じような状態にある女性の方は心して聞いてください。実はその結婚は絶対にダメなんです。そもそも完全な幸せ状態、この人と一生一緒に生きていくんだと宣言しておきながらもみんな離婚するもんなんです。それゆえ結婚する前の時点で離婚すると予期している結婚は 100% 無理ですから、そこだけ僕の方から個人的アドバイスとして言っておきます。現時点ではダメと言っているだけで、今後付き合っていくうちにこの人と絶対一緒にいるんだという気持ちに変わった時に結婚を考えてみるのがベストでしょう。今日は項目発表なしでランキング順に行きましょう。トップ5を5位から順番に発表させていただきます。その後このランキングの結果を見て、それぞれの職業どのようなところに離婚の原因があったのかを話した方が分かりやすいと思います。今回の動画も以前アップしました不倫する女性の職業と同じで、僕の歴代相談者さんや知り合いの離婚件数を計算しているわけではございません。件数換算になりますと、やはりあったのが多い職業順になってしまいますので、割合で出させてもらっています。またその割合も分母数が100件以上を超えるもので計算させていただいております。一人しか会っていない職業で、その一人の方に離婚経験があると離婚率 100% となってしまいますので、きちんと最低分母数を設定させていただいております。それでは女性が離婚した男性の職業トップ5を発表しましょう。まずは第5位、お医者さんです。ドクターですね。
やっぱり僕の元に来てくれる女性の相談者さんはお金持ちマダムも多いんで、その辺は一般層と少しだけ偏りが出てくるかもしれません。あくまで僕の相談者内での統計になりますんで、そこら辺は間違わないでください。特に何かと関係なく意思で一括りにさせていただいてます。さて、その離婚原因を探っていきますと、相手がお医者さんの場合は一番メジャーな理由は職業柄忙しい、ストレスを抱えがちで喧嘩が多くなってしまうと女性の方は話されています。奥さんが受付や看護師として病院に一緒に入っているケースはまだ大丈夫みたいなんですが、完全に専業主婦の相談者さんの話ですと、旦那が勤めている病院内の看護婦と浮気をされていたみたいなドラマや漫画さながらのエピソードも聞かせてくれました。このお医者さんというのは視聴者の皆さんでもまだ予想ができたのではないでしょうか。お医者さんは世間のイメージ通りお金持ちで遊び人というそのままの印象の人物が結構多いですね。先ほどどの科でも関係なくと言いましたが、統計上はそうなんですが、さらに細分化しますと、僕のデータでは美容整形、美容医療専門クリニック系のお医者さんは遊び人が多かったですね。では次に行きましょう。次の4位はちょっと違った意味で予想できないかもしれません。第4位、フリーター無職です。職業なのかって話なんですが、案外いてるんです。僕がこれについてびっくりするのが、まず離婚するという部分じゃなくって、なぜ結婚をしたのかという部分ですよね。一応これについて解説しますと、学生さんなど若い女の子でできちゃった婚のパターンが一つと、もう片方は結婚する時にはもちろん職にはついていたけれども、その後に仕事を辞めてしまっていたパターンですね。あと実際に一定数いつの時代でも必ずいてるのがダメンズウォーカーです。女性側がダメ男を好きなケースです。これがね、本当に何パーセントかは存在するんです。残念ながら無職なことを知っていながら私が助けてあげないとみたいな感じで結婚する特異例です。が、しかし結局一緒に住んだらダメ男っぷりが徐々に嫌になってきて、最終離婚するという流れになるんですが、これについては初めから分かってたやと周囲の人間全員でその女性に突っ込んであげましょう。突っ込み待ちですね。放置するのは無礼です。ごく稀に無職だった旦那を奥さんがうまいこと操って成功者にさせるという映画みたいな出来事もあるんですが、それはレアケース中のレアケースでして、ほぼありえないんで、相手が無職または無職になりそうな可能性を秘めた男性との結婚はいくら相手のことが好きでもストップしましょう。では次です。第3位、詐欺師非合法の職業です。4位に引き続き職業かどうかと問われると正規の仕事ではないですが、僕の相談者さんで多いのがホステスさんなんですが、そこそこの件数こういった方相手と結婚されるんです。またこれについてはあらかじめ女性側が旦那側の仕事を知っていたケースもあるんですが、全く知らなくて結婚したパターンの方が多いです。もちろん旦那側は詐欺をしていても自分で名乗るのはいつも不動産とか IT 系とか会社経営とか良いように見繕って話しているんで、奥さん側も本心で分かっていないんです。しかしこの場合は職業仕事がどうこうではなく、もう容姿風貌で女性側も気づかないといけません。そんな仕事をしているって知らなかったというのは通用しない 99% クズ人間のような見た目をしているんです。それなのに案外女性ってなぜか全然分かっていないことが多いんです。結婚前に僕の元に来てくれた場合は余裕で結婚を止めるんですが、勝手に籍を入れちゃってます。服装を見る服装を、腕時計はあのメーカー、靴にはハリハリがついているじゃないかと、これも安定のツッコミを入れたくなるくらいの容姿です。こういった人間との離婚原因は旦那や彼氏としてどうかである遥か以前に、そもそもがまず人として終わっているんで、逮捕をきっかけに離婚する、他に付き合っている彼女がいた、別の女性に隠し子がいた、非合法な仕事ゆえ収入に浮き沈みがあるんで儲からなくなって、良い時はすごい羽振りは良かったがお金がなくなったなどが離婚する原因となります。この場合は職業というよりは人間としてどうなのかというのが一番の問題であり、それを見破れなかった、気づかなかった女性側にも厳しい言い方ではありますが過失がございます。感想師である僕でなく通常の人が一目で見て半グレ、チンピラと認識できる人と結婚するのは当たり前ですが避けましょう。幸せになりたいという願望をその時点で投げ捨てていますからね。次に行きましょう。第2位、夜のお仕事です。我々一般人からすると3位の人種とあんまり変わらないんですが、これはかなり多いです。僕の相談者さんは前日もしましたように現役ホステスさん、元ホステスさんが多いんですが、やっぱりそのお店の黒服やアフターナイトの店の男の子、ホストなどと結婚する人が結構いてます。もうかなりの確率で離婚しています。まあそれはそうだろうとまともな方なら考えるでしょうね。まずなぜあなたたちは結婚したんだと誰もが不思議に感じます。ファンタジーの世界です。妖精とかドラゴンが飛んでいる世界の出来事です。当然といえば当然なんですが、うまくいくケースの方が圧倒的に少ないんです。うまくいかないどころの騒ぎではなく、ものすごいスピードで離婚するのが多数です。
離婚だけならばまだしも、暴力、DV、モラハラ、浮気、薬物などなど、ろくでもない事件のオンパレードです。ちょうど前の動画から現在に至る間で、ホステスさんと黒服で結婚して、黒服が奥さんを殴り殺したのではないかという事件が実際にありました。証拠不十分で奥さんの自殺にされたんですが、そういうのも本当に多いです。もちろんそのホステスさんの周囲の人は全員が結婚を止めていました。というわけで、この2位の職業については僕から何も意見、アドバイスできることはありません。双方同じような仕事をやっているんで勝手にしてくださいとしか言えません。同じ穴の無地なということわざ通りです。一般人の女性ではさすがにあまり夜の仕事の方と結婚されているのを見かけることはありませんが、おすすめはできません。ではいよいよ1位の発表です。さてそれではいきます。第1位、経営者です。これは浮気する女性の職業の動画と違ってかなり予想が当たった視聴者様が多いのではないでしょうか。経営者さんは離婚の宝庫であります。全ての要因が揃ったプロ離婚職業になります。うまくいっている経営者さんの元には夜遊びに適合する素材、時間とお金がたっぷりあるんで、女性が寄りつきやすくなります。つまり不倫から離婚の危機になります。これは定説です。経営者さんの離婚原因1位はズバリこの浮気不倫になります。また実はそれ以外にも離婚原因があります。前日の経営者さんはお金がある人の話ですが、そんな人ばかりではなく、仕事がうまくいかなくなった経営者さんは一気にお金がなくなったりもします。どこかに雇用されているわけではないんで、保証もなくお金がなくなった途端に離婚するパターンもあります。例外なく僕が見てきた経営者さんの9割くらいは遊び人でしたね。なかなか真面目で勤勉の経営者さんはおられません。と、まずは女性が離婚する男性の職業トップ5を挙げてみました。皆さんの予想当たりましたでしょうか。またこの職業5個とその後の離婚原因解説で、大体離婚する人、した人の傾向というものも分かっていただけましたよね。ナンバーワン、ツーの要因はほぼほぼ同数で、金銭面か女性面になります。結婚とは恋愛と違い、単に付き合っているだけではないんで、お金の面が離婚理由としては大きな割合を占める原因となります。さらには子供がいればよりお金が必要になりますんで、なんといっても収入は結婚状態を続ける上で大きな重要事項です。女性面というのは浮気不倫です。たまに心が広い女性はバレないようにやってくれればよいと、そういうセリフをおっしゃる方もいらっしゃいますが、大体はそれがバレて喧嘩、収まりがつかない場合は離婚まで行ってしまいます。このように旦那さんがお金、時間に余裕がある場合は、金銭面的な揉め事は夫婦間でなくても女性問題が原因で別れるケースが多々あります。大体目星要因はこの2点に絞られると考えて間違いないんですが、レアケースで言うと旦那さんが奥さんを好きすぎた事例がありました。これはごく身近な方のエピソードなんですが、すごい珍しい話なんでここで共有させてもらいます。勝手に。その女性は明らかなオープンな方なんで怒らないと存じます。その女性を S さんと呼ばせていただきます。 S さんはとある男性に惚れられて1年ほどの交際を経て結婚することになります。するとその結婚生活は監視される生活だったんです。家の中にカメラを 3,4 台つけられて、24時間旦那さんに監視される生活が始まりました。無論嫁の浮気を防止するためみたいなんですが、それだけカメラをつけられていると友達に電話すらできないらしいんです。1年くらいは我慢したそうなんですが、さすがに無理になって離婚しました。離婚する際もなかなか離婚届に判子を押してもらえなかったので、最後は泣きながら土下座をして、どうか離婚してくださいと頼み込んだと話されていました。自分が惚れた女性に別れてくださいと泣きながら土下座されたら、僕なら自殺します。マジで愛しすぎちゃったらそれはもう愛じゃなくなるって誰か歌ってましたよね。正しいです。その他の離婚パターンで言うと DV ですかね。僕のリアル知人なんですが、奥さん側も旦那にガンガン反撃する女性がいまして、その喧嘩が壮絶らしいんです。奥さんは本当に気の強い方で、旦那が殴ってきたら真正面からは対抗できないんで、旦那の隙を見てゴルフのクラブとか金属バットで旦那さんを思いっきり殴るんです。すると旦那がまたやり返して、夫婦二人ともに血まみれになるので、高校生と中学生の娘二人が必死に止めるという毎日を過ごしていた家族がいてます。この家庭は週に何度もそんな出来事が起こるんで、娘さんにどうしても離婚してくれと頼まれて離婚した夫婦ですね。その他ケースとして、昔からまあまああるのは、財産を隠したりするためにわざと離婚するケースですね。借金が返せない時、自己破産する時などに先に奥さんと離婚して、財産などを奥さんや子供に渡してから離婚して、戸籍から籍だけ抜いていくやり方ですね。これは戸籍上は離婚していますが、実際は家族仲良く同じ家で暮らしています的なことが多いです。と、いろいろな離婚を今日は話してきました。ここまで皆さんに紹介してきた話を思い浮かべてください。わかるのは決して離婚イコール悪ではないということです。
結婚しまくって毎日のように血まみれになる生活をしてでも席が汚れるからという理由で別れずにいた方がいいと思いますか？監視され続ける生活が果たして愛されていると言えるんでしょうか？人間は物ではないんで、生きているうちに考え方、生活習慣、収入なども変わってくるんで、パートナーとの関係性も変わってきて当然です。そこでいがみ合って無理に婚姻状態を続けるよりもお互いに良くなるのだったら離婚する方がベストなんじゃないでしょうか？ではどうすれば離婚せずに夫婦仲良く最後まで添い遂げられるのでしょうか？各夫婦全部同じではないのでバチッと完璧な答えはないですが、よく言われるのが、結婚する前は両目を開けて相手のことをよく見て観察し、結婚した後は片目をつぶれという言葉です。要するに、結婚前は相手が本当にちゃんとした人間かどうかよく調べろ、結婚後は相手のことを許してあげる心の広さを持とうという教訓です。もう一つは僕が尊敬する白洲二郎さんの名言です。奥さんの白洲雅子さんとどうやって長い間仲良しの夫婦でいられるのかと記者から質問された際に答えたセリフが、あまり一緒にいないこととおっしゃられていました。確かに一緒にいすぎると悪い面まで見えてしまったりします。お互いの時間を持ったり余裕を持つことが重要かもしれません。今日のおさらいとしては、離婚の理由で多いのはやはり金銭面、女性面のトラブルが多い。離婚することが必ずしも悪ではない。夫婦でもうまく距離を取り合い、相手のことを考えて接していきましょうっていうことです。というわけで、本日は女性と離婚する男性の職業トップ5を話しました。本日のテーマのような話から人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づこう会にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。